梶原ワ高は、平安時代末期から、鎌倉時代初期にかけての武将。鎌倉幕府御家人。梶原景時の次男。自称、樹影の乱に際して、父に従い源の頼朝の帰化に参陣。樹影三年の一の谷の戦いにおいては、源の乗りより率いる大手軍に属し、幾田口を守る平家軍の主力と対峙する。この再傾向は、 カジワラ勢五百余機の先陣を切って敵陣に突進し、父影時より後続の進路を考慮しないで、ただ単身先駆けする者には、恩賞はないと、大将軍からの仰世であるぞとしなめられる。しかしそれに対し傾向が、物の負ののり立、タイタルあずさゆみいては人のかへすものかと即座に、返答し、勢いを止めようとしなかったため、影時もこれを、追うような形で進撃。 慶高、影末、影持スらと共に、敵陣の坂もぎを取り除きながら奮戦し、結果的に戦果を上げ、世に、梶原の二度掛けとして称されることとなった。その後、文治五年の欧州合戦にも従軍し、味方が、欧州藤原氏の要害を次々に突破して、平泉を目前にしたとき、その戦勝を祝する和歌を読み、頼朝の関心を買っている。このように、父や、 兄同様、文部に引い出た、御家人として、鎌倉幕府創業に功があったが、正治元年に、父が、他の御家人からの弾劾を受けて失脚すると、父兄と共に、相模国の所領に退去一族老党とともに上落を目指すが、途中するが国において、吉川友健らの追悼を受け打ち取られた。36歳没。和子、慶次は、 三大将軍未長の時代になって幕府への帰参を許されるが、上級の乱において強型に属し戦死したという。ありがとうございます。